本日は鹿児島市女性活躍アドバイザーの中村恵子さんにお話を伺いたいと思います。中村さん、こんにちは。こんにちは。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。中村さんは現在鹿児島銀行で人事部参事としてご活躍されていらっしゃいます。新年度になり職場環境が変わるなど様々な変化に心が折れそうになっている方もたくさんいらっしゃると思います。中村さんはこれまでそのようなご経験はございましたか？そうですね、今テレビ新聞で毎日コロナコロナということで本当に新しい職場新しい環境になった方々笑顔で過ごせてない方もいらっしゃると思います。で、私も社会人長くなりますが笑えない時期もありました。そうなんですね。今同じような不安を抱えている方々がたくさんいらっしゃると思いますので何か一言パワーフレーズをお願いいたします。では私から。あなたは決して一人じゃない。あなたを応援してくれる人が必ずいます。そしてあなたも誰かを応援している人です。頑張ってください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。